この家外より寒い。今日多分外16度とかあるんですけど、多分この家体感温度10度くらい。今日はですね、あるものが届きましたので見ていきたいと思います。よいしょ、じゃん、ゴリラ。なんかね、ちょっと前の動画で、ね、開いた。そうだ、ここ閉まんないんだった。立て付けがね、悪いです。ちょっと前の動画でもうちょいで家族が増えますみたいなことを言ったと思うんですけど、それがこのゴリラ、ずっと前に買ってたんですけど、なかなか届かなくて、やっとね、この間届きました。最初ね、箱にこの子入ってたんですけど、玄関が小さすぎて入らなくて、配送員の人がこれ開けても大丈夫ですかって言うんで、あ、大丈夫ですみたいな言ったら、一応中身確認しなきゃいけないんですけど、中身何ですかって言われて、あ、オブジェですみたいな。何のオブジェですかって、あ、ゴリラのオブジェですって言いました。なんか別に悪いもの買ってるわけじゃないんだけど、すごい恥ずかしかった、謎に。すごい、すごいリアル。リアルっつっても、私ゴリラ生で見たことないけど、あ、見たことあるわ。すごい遠くで交尾してるの見たことある。わ、怖い。なんで買ったんだろう。わ、えい、ママよ。あ、えいさん、怖くない。怖くない。わあ、見てください。すごいリアル。あ、これ乳首ダメなのかな。いや、これ怖いでしょ。結構誰でも怖いでしょ。雑魚を負けました。ちなみにこの子20キロあります。あのね、本当は、このお家の2階があるので、そこに運んで、ジャングルを作ろうと思ってたんですけど、なんか20キロある上に、すっごい思った以上に大きかったので、どうしようと思って。2階に運べなさそうで、はじめまして。よいしょ。お姫様抱っこできないかな。いや、腰が、ちょっとあと自分の力でちょっとぐらい動こうよ。テコの原理。何やってんだろう私。なんでさ、動物の森だったらもうちょっと楽に動かせるのに。いいやん。え、ちょっと、いいじゃん。いいじゃん。はぁ、今日も疲れた疲れた。ただいま。あ、帰ってたんだ、ゴリラ。ただいま。見て。鼻の穴がさ、ハート型なの。てか、換気扇うるさ。なに？もうガーって。ちょっと反転着せてみよう。肩幅でっか。入らない。いつか母さんみたいに大きな翼、さてどんな、なんとか越えてゆける家族になろうよ。てかさ、マジでちょっと最近思ってるんですけど、なんかあれこれと揃えたじゃないですか。このこたつやら、ゴリラやら、テレビやら揃えたんですけど、これさ、私この家引き払うときさ、どうしようって思って。なんかこの家さ、確か2年とかで手放さないといけない契約なんですよ、確かね。どうしよう、マジで。え、このゴリラがお家にいらっしゃるってことですよね。きなこ本当に驚くのではって今思ってる。わ、すごい目が合う。あとね、もう一つ、
したあるものをね買ったんですけど、それを紹介していこうと思います。こちらねファミリーコンピューターの、こちらファミコンのなんかちっちゃい版みたいなやつなんですけど、そしてこちらがゴリラ。なんか実際のファミコンってソフトをこうガチャンガチャンって入れなきゃいけないじゃないですか。でもこれは現代版っていうか、こう全部入ってるんですって、この中に。ある程度、あ、これこれこれ、こんな感じの仕様のやつが入ってて、え、カービィも入ってる、夢の泉、え、ゼルダも入ってるし、ファイナルファンタジーも入ってるし、わ、これマジで超懐かしい。これし、もうこれちっちゃい時に本当にめっちゃやってた。ファミコン版じゃなくってゲームボーイのやつ、カラーじゃない時のやつめっちゃやってた、わけわかんないのに。これを買ったので、新しい家でやりたいなって思ったんですけど、なんかさ、電源供給用の USB 機器が必要ですって書いてあるんだよね。ちっちゃ！見て！ちょっと、わ見て、ゴリラと比べたらさ、見て、ほら。わかる？すごい！ちっちゃ！ちっちゃい。もうどんが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 、なんかうるさい。どんが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 って。ガチでこれ、あれがないとできないやつだ、先っぽが。なんかこれとりあえず接続だけしていこう。最初にさ、私が動画出した時に、なんかこの家異常に鏡が多くて、鏡が4つある。4つあって、幽霊いそうみたいな。で、なんか若干その気配、私マジで、霊感とかないからわかんないんだけど、その気配を感じてる人とかがコメント欄にいたんだけど、マジでこのゴリラが来てから、ゴリラの方が怖くて、全然幽霊とか、もうどうでもよくなってきた。これだってもう絶対これの方が怖いじゃん。ちっちゃ、見てこれ、うわ待って、ピントがずっとゴリラに合ってる。昔のさファミコンってなんかこうネジネジするやつで止めてませんでした。なんか導線をさネジネジネジってやって、それと比べたらこれ1本だから、これできなかったらもうマジで一人暮らしやめた方がいいレベルだと思う。え、なんか開いちゃったんだけど、何開いちゃった、なんかコードが入ってんだけど、これ、あ、違う、これリモコン、あったあったあった、これだ多分。あ、これか、パワー、あ、ついた。でもうちは電波がないのでテレビは映りません。セッティング完了したので、うわ、テレビより大きいな。また遊びましょう。なんか一緒に映るとさ、ゴリラの存在感がすごすぎて、ゴリラにピントが合っちゃうんだけど。ほら。名前どうしよう。なんかおしゃれな名前がいいな。マサハル。マサハルって感じする。マサハルにしましょう。じゃあ今日の動画もご覧いただきまして、誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。また明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。マサハル？マサハルの横に座るとめちゃめちゃ細く見えるの。ちなみにマサハルは配送料含めて15万円くらいです。